い、皆さん、こんな感じで、パックリ割りになったことございませんか？これね、ここと、ここ左右をね、こう、交互にして、しばらく置いといて、こうするとね、戻りやすいんでございますのよ。大丈夫かしら？大丈夫ね。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー、島パトに行ってまいりました。今回は元モーニング娘。辻ちゃんこと辻のぞみさんのブランドはアンジュシャルムのお値下げ品を購入してまいりました。ちなみにアンジュシャルムとはみんなに届けたいっていう意味なんですね。まあね、フナピはね、辻ちゃんとカゴちゃんの区別がつかないくらいの認知度なんですけどね。そんな辻ちゃんのアイテムはこちらでございますわね。ジャケット、ニット、カーディガンでございます。はい、辻ちゃんのタグも可愛いございますわね。商品情報はこちらでね。ちゃんとね、スペアボタンもついていますことよ。サイズは LL でございます。お色は中白、クリームがかったホワイトっていった感じですね。そう、クリーム色。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、1969円のところ1320円にお値下げされておりました。ポリエステル 100% の凹凸感のある編み地のニットでございます。前身ごろには5つのゴールドのボタンが高見えいたしますわね。それだけじゃないですね。はい、こちら胸元にはゴールドのボタンのついたフェイクポケットに、両サイドにもポケットがついていて、ゴールドのボタンで縫い付けてございます。こうポケットがね、ダランってならないようになっているんでしょうか。ちょっと使いづらいけど、これはこれでいいと思います。だってしっかり縫ってあるんですもんね。これ多分取ったらボタンも取れる系でございます。またマシンウォッシャブルでお家で洗濯できるのも嬉しいございます。ただ摩擦でピーリングになりやすく、バッグの金具やアクセサリーに引っかかりやすいのを気をつけなくちゃいけませんわね。お袖はボリュームのあるお袖で、袖口は長めのリブとなっております。はい、そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、ジャケットニットカーディガンでコーディネートしてみたいと思います。インナーはフラッシュブルーのメロープローバーに、ボトムスはテラさんのフレアデニムパンツに、履いてる靴はムムさんのスニーカーでモノマネコーデをしてみました。トップスとして着用したジャケットニットカーディガンとシアーメロープローバーをレイヤードしたきれいめコーデに、デニムとスニーカーでカジュアルダウンした今風コーデでございますわね。はい、そして今回フナピーが購入した辻のぞみさんのブランドはアンジュシャルムのジャケットニットカーディガンでございますね。164センチのフナピーは LL サイズを着用しております。ゴールドのボタンとポケットデザインが高見えね。もちもちっとした柔らかニットで、
ストレッチ性もあり着心地よく着用できました。身幅は程よきサイズ感ですが、コンパクトな丈でポッコリお腹はこのように隠しきれませんが、ボリュームのある長袖に袖口は長めのリブで、手首が華奢見えしますので、このお袖を味方にしてコーデをしたいと思います。またトップスとしても着用できますし、羽織としても着用できるので、コーデの幅も広がりますわね。では次行ってみましょう。羽織として着用し、トップスはシーズンビーズのボーダープルオーバーに、ボトムスは GU のフロントスリットパンツに、履いてる靴はランダのサテンベルトシューズ、そして持ってるバッグはテラさんのバケツ型バッグでコーデしてみました。ボーダーのプルオーバーで気になるラインはカバー、ボトムスは引き締めブラックパンツですっきり見せしたコーデに、少し襟抜けをして着靴下カジュアルコーデにしてみました。少し厚手のトップスでも響くことなく着用できました。では次行ってみましょう。ユミさんのバングルをつけて、下のボタンを一つ外し、トップスとして着用し、ボトムスは星玲奈さんのチェック柄チュールスカートに黒のパンプスと、持ってるバッグはユミさんのチェーンバッグでヒレネコーデにしてみました。はい、今回は辻のぞみさんのブランドはアンジュシャルムのジャケットニットカーディガンでコーデいたしました。カジュアルダウンしたモノマネコーデ、ボーダープルオーバーで気になるラインカバー、トップスとして着用し綺麗めコーデ。さてふなぴーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。これでフナピーのシモパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはグーを出しました。サイズ展開は、いやいやいや、サイズ展開はないのよ。だって一つしかなかったんだから。